突然だが、数年前に松田がエンジン技術の大きなブレイクスルーなんてぶち上げて登場させたスカイアクティブ X が、大失敗作なんじゃないかと話題になっているぜ。スカイアクティブ X、なんか松田の車って、何にでもスカイアクティブって名前がついているから、何がどれなのかよくわからないわ。確かに松田が2010年に発表したスカイアクティブテクノロジーは、自動車技術の総称だからな。スカイアクティブ X っていうのは、今まで世界中のメーカーが目指してきて果たせなかった技術を盛り込んだエンジン。と思われていたが、それが怪しいようだぜ。なんか怪しい香りのする話だけど、どんなことなの？この話にはエンジン技術だけじゃなく、マツダの闇の部分も関わってくるから、今後の自動車界を占う意味でも興味深い内容だぜ。そうなの。じゃあ、そのスカイアクティブ X の何が失敗で、マツダの闇が何なのか教えてくれないかな。わかったぜ。今回は、スカイアクティブ X の失敗とその背景について解説するな。マリサ、よろしくお願いします。まずはスカイアクティブ X というエンジンが、どんなものなのかを説明するが、それにはマツダが2010年以降に送り出してきたエンジンを振り返らなければならないな。マツダのエンジンといえば、ロータリーエンジン以外に印象に残っていないけど、どんなエンジンを作っていたの？まあ一時期までのマツダは、ロータリーエンジンに全力を挙げていたし、それがマツダの象徴的存在だったからな。他のエンジンが印象に残らないのも無理はないぜ。そうでしょ。そのロータリーエンジンも RX8 の販売が終わってなくなったわけだし、その後のエンジンはどうしていたの？マツダはスカイアクティブテクノロジーコンセプトに基づいて、まずは2010年にスカイアクティブ G というガソリンエンジンを開発、投入したんだぜ。つまりスカイアクティブのガソリンエンジンだから G なのね。わかりやすくはあるけど、大げさな名前に見合うようなエンジンなのかしら。マツダってロータリーエンジンの成功体験が影響しているのか。他社がやっていることと違うことをやりたがる傾向があって、このスカイアクティブ G にもそれが見られるよな。まあ規模の小さなマツダからしたら、何か他社とは違う技術的なアドバンテージをアピールしたかったんでしょ。それでエンジンに何をしたのかしら。スカイアクティブ G だが世界最高の圧縮比を実現させたんだぜ。圧縮比って何よ？レシプロエンジンで言えば、シリンダー内の容積が最も大きな時と最も小さな時の比率を表す数値だな。つまり燃料と空気をピストンで圧縮した時容積が最小になり、そこから爆発して容積が最大になった時の差だぜ。その圧縮比が世界最高ってすごいことなの。まあな、一般的に圧縮比が高いほどエンジンがより高い熱効率を発揮して、同じ量の混合機からより大きな運動エネルギーを取り出せるから、マツダは地道な改良でそれを可能にしたんだぜ。ちなみに、その数値ってどれくらいのものなの？数値で言えば14対1だな。1リッターのペットボトルの中身を 71.4cc くらいまで圧縮するんだからすごいだろ。それならイメージができるわね。だけど技術的に何が難しかったのよ。圧縮比を高めすぎると、混合機が自己発火するなどの異常燃焼が起こって、最悪はエンジンが壊れたりするんだ。やりすぎは良くないってことなのね。ガソリンエンジンでは特徴を出せてよかったじゃない。それに続いて、2012年にはスカイアクティブ D を送り出してるぜ。今度はわかったわ。ディーゼルの D でしょ。それもアピールポイントがあるわけね。この流れで聞いていたらわかるよな。ディーゼルエンジンはガソリンエンジンに比べ熱効率が良いため燃費はいいけど、デメリットも存在しているんだ。あれでしょ、一時期問題になっていた真っ黒なススとか、ノックスとかいう窒素酸化物だっけ、そんなのを撒き散らすやつだよね。昔石原東京都知事が瓶に入った真っ黒なススを持って、すごい剣幕で怒っていたのを思い出すわ。あったよな、そんなこと。それをごまかして大問題になったのがフォルクスワーゲンなんかのディーゼルゲート事件だったわけだな。デバイスのインチキは論外だったけど、ディーゼルの排気はどうやってきれいにしているの？今ほとんどのディーゼル車は、尿素 SCR システムを使って排気をきれいにしているな。原理としては、アンモニアと窒素酸化物を化学反応させることで、窒素と水に還元するんだぜ。ディーゼルエンジンは、そんなにも厄介な問題を抱えていたのね。ところでスカイアクティブ D も尿素 SCR システムを使って排気をきれいにしているのかしら。それがスカイアクティブ D は、ディーゼルエンジンの弱点解消のため、あえてディーゼルエンジンの良さを抑える技術を開発したんだ。良さを抑えるってどんなことなの？ディーゼルエンジンは、ガソリンエンジンよりも高い圧縮比で使用できるから熱効率がいいんだが、それが不均等な燃焼が起こり、ススが発生してノックスの生成量も多くなる原因にもなるんだ。それの強みを抑えるってことは、圧縮比でも下げるのかしら。もしかして霊夢にはエンジニアの才能があるかもな。その通りで、ディーゼルエンジンの低圧縮比と最大島内燃焼圧力の低下を実現させたんだぜ。それでどうなるの？不均等な燃焼を防ぐことができて、尿素 SCR システムみたいな装置を使わなくても、ディーゼル微粒子補修フィルターのみで高い環境性能を達成しているぜ。つまり低コストにもなるわけだな。それでクリーンディーゼルエンジンなんて名乗っていたのね。それだけじゃなく、ピストン、シリンダーヘッド、シリンダーブロックの小型薄肉化による大幅な軽量化も達成して、これもディーゼルエンジンは重いという弱点の解消になっているぜ。へえ、やるじゃないのよ。
でも他のメーカーがハイブリッドや EV に力を入れている中で、マツダにはそんなイメージが全然ないけど気のせいなのかな。それがイメージだけじゃないんだな。実はその理由がスカイアクティブ X の失敗と、マツダの混乱を招いている側面があるんだぜ。じゃあ、やっぱりマツダはハイブリッドや EV に興味がなかったのね。まあ厳密に言うとエンジンの時代は続くと思っていた、一部の人たちに振り回されたんだな。そこでいよいよスカイアクティブ X の登場だぜ。そのスカイアクティブ X ってどんなエンジンなの？スカイアクティブ X エンジンは、G と D に続く第3弾なわけだが、開発目標は非常に野心的なものだったな。今回は失敗だったのかを検証しているわけだが、マツダのホームページには今でも次世代ガソリンエンジンって書いてあるぜ。つまりマツダは失敗だったと思っていないのか、今のところ認めたくないのか、どちらかなのね。それは置いておくとして、どんな目標だったのかしら。簡単に言うと、ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのメリットだけを融合しようとしたわけだぜ。スカイアクティブ X はガソリンエンジンだがな。ってことは、ガソリンエンジンにディーゼルエンジンが勝っているとことを取り入れるってことよね。その理解の方がわかりやすいな。ディーゼルエンジン最大の利点は、ガソリンより圧縮比をはるかに高くできることで、熱効率が高まることなんだ。それは燃料が無駄になりにくいっていう理解でいいのかしら。そうだな。つまり燃費が良いってことさ。ディーゼルエンジンは、それに加えて地球温暖化の原因と言われる二酸化炭素の排出も少なく、その燃焼特性から一酸化炭素や炭化水素の発生も少ない優れたエンジンなんだぜ。じゃあ面倒なことしないでディーゼルエンジンで行けばいいじゃない。それがディーゼルエンジンにも弱点があって、窒素酸化物や、すすの原因である粒子物質が多いことはデメリットだな。ちなみに粒子物質は PM って呼ばれているものだぜ。あの中国から飛んでくる PM2.5 の PM なの、なんか一気に体に悪そうな気がしてきたわ。厄介なのは、窒素酸化物と PM の発生は裏腹な関係にあることなんだ。もし PM を減らそうと思ったら、高温で軽油を燃やし尽くせば減るんだが、高温で燃焼させるほど、空気中の窒素と酸素が結合して窒素酸化物が発生しやすくなるんだぜ。それは面倒だわ。つまり窒素酸化物を減らそうと思えば低温で燃焼させなきゃダメだけど、そうなると真っ黒なすすを吐きまくるのね。それにディーゼルエンジンは大きくて重く、振動が激しいことも弱点だよな。最近の車はボディやエンジンマウントが丈夫になってマシになったが、一昔前のディーゼル車はブルンブルン振動していたぜ。SUV みたいな車だったらワイルドだろ、って言えるけど、それ以外で激しい振動や黒い煙は敬遠したいわね。そこで世界中のエンジニアが考えたことなんだが、ガソリンを軽油並みの高圧縮で自然着火させることができれば、夢のエンジンができるんじゃないかというアイディアが出てきたのさ。それって難しいことなの？まずガソリンと軽油の性質が違うことが壁だよな。軽油の沸点は240度から350度、ガソリンの沸点は30度から180度だから全然違うだろ。ガソリンの方が燃えやすいのね。そういうことだぜ。この沸点の違いは、ガソリンは、常温常圧の状態でも燃焼しやすく、軽油は高温高圧の状況下で燃焼することを意味しているわけだな。だからガソリンを高圧縮状態で自然発火させるのが難しいわけなんだ。ただ難しいから夢のエンジンと言えるんだが、マツダが目指したのは均一よ混合圧縮着火という燃焼で、英語で言うと HCCI と言われるものだぜ。そんな難しいことにマツダはチャレンジしたのね。なんかロータリーエンジンの開発秘話を思い出させるような展開だね。それでスカイアクティブ X はうまくいけたから発売にこぎつけたんでしょ。ロータリーエンジンの成功のようなことが、簡単にできるわけはなかったんだな。まずスカイアクティブ X のポイントといえる HCCI についてだが、やはりハードルは超高かったようだな。HCCI って、ガソリンと空気を十分に混合することで、スパークプラグなどを用いずに圧縮自己着火させる燃焼方式のことでしょ。どこが難しいポイントなの？まずマツダが目指した目標を話すと、圧縮比を18対1と設定して開発していたようだが、これはできてはいないが理想の空燃費と言われる 14.7 対1より、48% も空気の量が多い長期小燃焼が可能な理論値だったぜ。それだけ燃料が薄い状態でも燃焼できるから、低燃費になるはずだったのね。あくまで理論値だが、その通りできれば初期のスカイアクティブ G エンジンより 30% も燃費が良くなるという計算だったらしいな。まあ世の中は、理屈通りに進まないのが常なのよね。やっぱり難点はガソリンだとそこまで圧縮できないってことでしょ。ガソリンエンジンは軽油より発火点が高いガソリンを燃料だし、空気とガソリンの混合気を圧縮させる構造のため圧縮着火の制御が難しいよな。圧縮比を上げていくと自然着火がコントロールできなくなるし、それを防ぐため燃料を薄くしすぎると不完全燃焼を起こすから、さすがに夢のエンジンと言われるだけのことはあるぜ。それでもスカイアクティブ X を市販化できたのは、何かトリックでも使ったのかな。結局のところ、高圧縮による自然着火はできなかったわけで、HCCI ではないエンジンになっているぜ。そんなに難しいことだったのね。何せエンジン回転数が高くなると燃料と空気の混合が間に合わずに失火するし、低回転域では温度が低くなって失火するし、そりゃ世界中のメーカーが解決策を見出せないわけだぜ。
全然ダメなんじゃないのよ。それで結局は、点火プラグによる強制着火を併用することになったのさ。つまり HCCI 燃焼が難しい領域は自然着火を諦めたわけだな。HCCI 燃焼ができなかったら、それはどんな燃焼になるのよ。そこで松田が考えた造語が SPCCI で、火花点火制御圧縮着火を英語にした。スパークコントロールドコンプレッションイグニッションの略称だな。そこで妥協したってことよね。そうなんだな。結局のところ SPCCI なんて名前にしたが、圧縮比も当初の18対1から大幅に下がっていて、燃費性能も大幅に目標を下回っているぜ。なんか、ここまで聞いているだけでそれだったらハイブリッド使えば、って思うけど、結局そんなエンジンに仕上がったわけね。だって自然着火ができないからプラグ装着の時点でダメなのに、ディーゼルエンジンのような低速トルクは全くなく、中高速領域もパワーがいまいちだからスーパーチャージャーを装着しているんだぜ。スーパーチャージャーもつけちゃったの、っていうか、スーパーチャージャーって低回転域の補助に使うのが普通なんじゃない？そう思うだろ。後で詳しく解説するが、スカイアクティブ X がこんなにも迷走して価値の感じられない失敗作になったのは、マツダ社内の一部による暴走が原因なんだぜ。もうどこに進んだらいいのかわからなくなったような開発だったのね。つまり夢のエンジンのふりをして、何が何でも市販化しなきゃならない圧力があったんでしょ。そうなんだが、HCCI に失敗しても市販化するために、スーパーチャージャーはつけるし、低速トルクがスッカスカだからハイブリッドシステムを使いもするし意味がわからないぜ。それじゃお高いエンジンになっちゃいそうね。あれもこれもつけた結果、スカイアクティブ X 搭載車は約70万円と高いものになったんだぜ。それでいて燃費はノーマルの G エンジンと大差がないばかりか、廃屋仕様になっているから割に合わないよな。話を聞いていると、スカイアクティブ X には良いことが一つもないようだけど、開発予算もふんだんに使っただろうしどうするんだろ。本当に褒められる要素が見当たらないよな。強いて言うなら、夢の技術に挑戦したことくらいだぜ。だけど挑戦して打ち砕かれているじゃないの。ところで最初のスカイアクティブ X はどんなスペックだったの？排気量が 1997cc の直列4気筒 DOHC エンジンに、高価なイートン製のルーツ型スーパーチャージャーを搭載し、なおかつマイルドハイブリッドを組み合わせて、最高出力 180PS で最大トルクは 224Nm なんだぜ。それしかないのね。これだけ装置をてんこ盛りしているのに。マツダがスカイアクティブ X を発表してから、しばらくの間はマツダよいしょの提灯記事が多かったが、まともな評論家は絶対失敗するとか売れるわけないなんて言っていたからな。これってマツダの黒歴史になるのは不可避なんじゃない？どうしてこうなったのよ。少なくとも今のスカイアクティブ X じゃ、この先生産停止になりかねないようなゴミエンジンだが、まあ改良の余地はないこともないよな。期待薄だが、ただこんな社運を傾けるような暴走をしたのは、ある役員とその派閥のせいらしいぜ。なんか会社が傾くときって、その手の話が多いよね。それって誰が暴走していたわけ？業界にいる人の中では話題になっていたが、2022年6月14日の松田株主総会で藤原副社長の退任となっていろいろと憶測を呼んでいたぜ。もしかして、その藤原さんっていう副社長が暴走の中心にいたのね。初めて聞いた名前だけど、松田にとってどんな人だったの？藤原清氏は、松田商品開発の責任者でスカイアクティブ路線を引っ張ってきた人だな。副社長退任の時松田の公式コメントでは一身上の都合と発表されていたが、それを信じる人は誰もいなかったぜ。何せ藤原清氏は、松田次期社長の最有力候補だったからな。そりゃ勘ぐられるのも無理ないことよね。その藤原さんって、スカイアクティブ X の開発にも関わっていたんでしょ。関わるも何も、スカイアクティブ X を強力に推進した暴走機関車だからな。じゃあスカイアクティブ X の失敗で責任を取らされたってことかしら。まあそれも理由の一つには入っているだろうな。何せ心ある評論家や経済通の人から見て、松田を時代遅れにした一番の責任は藤原清氏にあるって評価だぜ。松田ってそんなに時代遅れになっていたんだ。具体的に何が時代遅れなの？具体的には、今の世界を見渡して松田ほどない年期間に偏重しているメーカーはないだろ。昨今の EV 化は、どうもうさんくさい政治の香りがするから無視するとして、日本のメーカーだと燃費だったり環境だったりの対策としてハイブリッドを推進してたわけだ。そうだよね。一方でヨーロッパ、特にドイツなんかはダウンサイジングターボにシフトしていってたよな。ストロングハイブリッドじゃ日本に勝てないから、ダウンサイジングにマイルドハイブリッドがメインになっているぜ。まあね。それでマツダは、何をしていたわけ？マツダは世界の流れを無視して、電動化技術を嫌い、ターボ技術も嫌い、従来の内燃機関を中心にした開発体制にしてしまったのさ。なんか完全に先読みを誤った失敗だったのね。そうなってしまったのが暴走機関車の責任だったんでしょ。そうだな。その件については、自動車評論家の国沢光弘さんが、スカイアクティブのパワーユニットを担当していた人見光夫さんは電動化車両を極端に嫌っており、それを藤原副社長が強く支持したため完全に出遅れてしまったと言っているが、この言葉が全てだぜ。だけど松田の中にもこの路線、やばくね。
って思う人はいなかったのかしら。いたとしても言えるような雰囲気じゃなかったようだし、特に最近5から6年はやりたい放題だったらしいぜ。それだけ権力があった人が、表向きは一身上の都合ってやっぱり変だよね。退任にはいくつかの説が囁かれていて、前松田社長の丸本明さん、または現松田社長の諸正弘さんによる排除説や、供用先の豊田から怒りを買った説なんて言われているぜ。中には藤原さんが内密に進めていたアップルカーの話が頓挫したからなんて話もあるな。アップルカー、なんなのそれ。アメリカのアップル社が EV の開発を進めているって聞いたことないか。そういえば、そんな話があったわね。それと松田が関係しているの。噂程度の話なんだが、アップルは開発した商品の製造は外部に委託するのがいつものことで、アップルカーの製造を松田が請け負う交渉が進んでいたらしいぜ。それも退任した藤原さん中心になってな。本当だとしたらかなり美味しい話のようだけど、その可能性があったから藤原さんは有無を言わさずやりたいように暴走していたわけね。たとえ暴走してたとしても、それが松田にとってプラスになるようなことなら文句も出ないだろうが、藤原さんはかなり極端なキャラクターのようだったからな。5チャンネル界隈じゃ松田のヒゲなんて呼ばれてたぜ。具体的にどんなことをやっていたの？それに藤原さんの暴走がどのようにスカイアクティブ X へ結びついたわけ？バブル崩壊後に低迷を続けた松田だったが、CX5 から始まる松田の復活劇はいろんな人たちの手によるものだったのに、なぜか藤原さんの手柄のようなイメージになっていたらしいぜ。サラリーマンの世界じゃよくありそうなことじゃない。スカイアクティブを前面に出して松田の業績が上向いたのは事実だが、2012年の CX5 や、2013年のデミオが日本カーオブザイヤーを獲得できたのは、鼓動デザインが大きかったはずだぜ。どの車も同じに見える金太郎飴とか言われていたけどね。だけど躍動感とインパクトのあるデザインだったことは認めるわ。ただ松田社内では、藤原ひとみラインと松田提灯記事によって、スカイアクティブエンジンこそが低迷を救った救世主になっていったそうだな。まさに神格化とさえ言えるぜ。救世主様には逆らえないものね。松田を救った、スカイアクティブ G と D が神様になって、それを上回る理想のエンジンスカイアクティブ X を推進する流れが止められなくなったのは、このような松田内部の事情によるんだぜ。社内で異論は言えない雰囲気があったにせよ、みんなどう思っていたのかしら。今更な話なんだが、社内でも開発前から商品としてしては厳しいという声があったようだぜ。まあ陰で言っていても、問題の解決にはならないからな。だけどひとみさんとかいう人が電動化技術を極端に嫌っているって話していたけど、どんどん技術が進歩している自動車界でそんな頭の硬さじゃやばいでしょ。そんな人が常務執行役員でシニア技術開発フェロー、しかも後ろ盾には権力者の副社長がついていたんだから、こんな結果になったのさ。それに後ろ盾の藤原副社長はトヨタ嫌いでハイブリッド技術をバカにしていたんだぜ。失敗するべくして失敗したということね。ひとみさんは、電動化技術だけじゃなくターボ下級も嫌いだったようだから。もう彼の考えでマツダのパワートレインが時代遅れに、しかも15年くらい遅れになっているから、大きな責任があると思うぜ。そう言われてみれば、確かにマツダのエンジンって2リッター以下のラインナップは、全部自然吸気エンジンなのね。これがホンダの VTEC みたいにパンチの効いた NA エンジンなら理解できるけど、スカイアクティブ X のあのスペックじゃ話にならないわ。それでもひとみさんは、日経なんかにも、非常識路線を歩むマツダの天才エンジン技術者と称されるひとみ光雄氏なんて紹介されていたからな。非常識だっていうのは知られていたのね。残念なのは、それが非常識のまま終わりそうなことだわ。実際そのまま終わるかもしれないよな。2023年3月に発表された次期松田社長の諸正弘さんは、多分追い出された藤原清さんに徹底して抵抗していた常識人らしいし、スカイアクティブ X という負の遺産をどうするかわからないぜ。まあ普通だったら暴走機関車への意趣返しでスカイアクティブ X を廃止にするところだろうけどね。ただガソリンエンジンとディーゼルエンジンのいいとこを融合させる HCCI 自体は、夢のある技術なんでしょ。販売はやめたにしても研究は続けそうね。確かに今のスカイアクティブ X エンジンは、少なくとも買う人にとってメリットらしいメリットは皆無だからな。マツダの市場は 2% でいい。他と同じものは作らないなんていう藤原路線ならともかく、現実主義者で顧客目線を大事にするという諸正弘さんには厄介なお荷物だぜ。これがカルロス・ゴーンなら大リストラ不可避よね。ところでスカイアクティブ X が現時点でいかにダメなエンジンかは、これも藤原路線の結果登場したモデル CX60 にスカイアクティブ X を搭載してこなかったことだな。欧州仕様がどうなっているか知らないが、マツダ渾身の大型 SUV に搭載しないくらいダメだってことだぜ。じゃあ、今スカイアクティブ X を搭載しているマツダのモデルって何があるのよ。そしてそれはどんなモデルで、車の出来としてはどうなの。今のところスカイアクティブ X を搭載しているマツダのモデルは、4ドアセダンと5ドアファストバックの2ボディあるマツダ3と、クロスオーバー SUV の CX30 の2車種だな。盛大に開発費をかけて大きくぶち上げた新エンジンだった割には、たった2車種だけっていうところが闇を感じるわね。
じゃあ今回はマツダ3について見ていくことにしようぜ。最近マツダのモデルは、アルファベットと数字で書かれているから、いまいち覚えられないのよね。そのマツダ3って新しいモデルなの。現行型のマツダ3は、2019年5月から日本での販売が開始されているぜ。現行型って言うけど、その前までマツダ3なんてモデルあった。私の記憶の中にはマツダ3は存在してないわ。前まではアクセラって名前で販売していたモデルで、実質的にはアクセラの4代目に当たるはずだったモデルだぜ。日本ではアクセラだったが、グローバルモデル名は前からマツダ3で、フルモデルチェンジを機に名前を統一したというわけさ。そういうことだったのね。アクセラなら聞いたことがあるけど、いつの間にかその名前も消えていたのね。このマツダ3だが、なんといっても特徴的なのはぬめっていると言いたくなるような独特なエクステリアデザインだぜ。あら何か気持ち悪いくらい曲面が続いているのね。マツダ3のデザインは、マツダの鼓動デザインをさらに進化させ、引き算の美学という考え方で無駄な要素を削ぎ落としているんだぜ。今時の車で両サイドのキャラクターラインのないデザインも珍しいだろ。ああ、それでうねうねして見えるのね。角度によって光の反射が全然違うわ。個人的な見解だが、ここまでマツダがデザインで光を放つのは、FD3S7 以来ではないかな。見ていると同じマツダ3でも、ファストバックとセダンじゃ雰囲気が別物だわ。そうだろうな。それぞれのデザインコンセプトが違うから、雰囲気も変わって当然だぜ。ファストバックの方は色気のある塊がデザインコンセプトで、霊夢が感じたうねうねは光の移ろいで生命力を表現しているんだ。なるほどね。見た感じは狙い通りのデザインになっているじゃない。デザインは大いに評価されて、2020ワールドカーデザインオブザイヤーを受賞しているぜ。セダンの方はどんなコンセプトなの？セダンのデザインコンセプトは、凛とした伸びやかさになっているが、水平基調と前後の伸びやかなワンモーションの動きで優雅さを表現しているらしいな。ただセダンの枠から飛び出るほどのインパクトはないぜ。考えてみれば、セダンのデザインって保守的なのが当たり前になっているもんね。他のボディタイプほど冒険的なデザインがやりにくいのかしら。まあ、やりすぎるとセダンという規格から外れてしまうし、案外難しいことかもしれないぜ。マツダ3だがエクステリアデザインの方に目を奪われるが、内装の方も上質な作りになっているな。見た感じは水平基調で上質感はあるけど、フォルクスワーゲンにも通じる地味さも感じるわね。まあ良い言葉で言えば質実冒険ってやつかしら。シンプルでスッキリとした見た目だから、霊夢の言う通りに感じるのかもな。使い勝手は良さそうじゃないの。外観と内装はよくわかったけど、肝心のメカニズムの方はどうなのよ。そこは避けては通れないよな。マツダ3には、霊のスカイアクティブ系パワートレインがフルラインナップされているぜ。ってことは、ガソリンエンジンはスカイアクティブ G とスカイアクティブ X の両方があるってことね。それでディーゼルエンジンがスカイアクティブ D でしょ。それがスカイアクティブ X は、結局あの人たちが嫌いだったマイルドハイブリッドになったから、後になっていいスカイアクティブ X っていう表記になっているな。本当はハイブリッドなんか不要、くらいな勢いでアナウンスしていた割には、なんとも情けない結果になったのね。スカイアクティブ G の方は、2種類の排気量があるようだけど小さい方がエントリーグレード的な感じなの。そんなところだな。ただ 1496cc のスカイアクティブ G だと、最高出力 111PS で最大トルクが 146Nm だから、1.3 トンを超える車体重量を考えると非力な感じがするぜ。ターボ付きとはいえホンダの 1.5 リッター直4 VTEC ターボのスペックと比べると、明らかに見劣りがするわね。つまりマツダの失われた10年が、そんなところに現れているんだな。ちなみに 1997cc エンジンの方は、最高出力 156PS で最大トルクが 199Nm のスペックだぜ。それでもホンダの 1.5 リッターに負けているじゃないの。誰かさんのターボ嫌いのせいで、本当に周回遅れになっちゃったのね。確かにそう言われても仕方ないよな。マツダ以外のメーカーはターボ技術がかなり進んでしまったし、これを追いつかせるのは容易ではないぜ。ただマツダ3には MT モデルが選べるというアドバンテージがあるよな。好きな人にとっては、MT を選べるのは大きいよね。そうなんだが、現行型のマツダ3ではメカニズム的に残念なことがあるんだな。エンジン以外にもやってしまったポイントがあるの。マツダ3になる前の3代目アクセラは、リアサスペンションにマルチリンク式を採用していたんだが、マツダ3になってトーションビーム式にグレードダウンされて騒ぎになっていたな。スカイアクティブ X にお金をかけすぎたから、細かいコストをカットしたのかしら。コスト削減の可能性は否定できないが、みんな騒ぐほどトーションビームがダメってこともないけどな。まあ一般的には、マルチリンクサスペンションの方が車輪の追従性が高く、乗り心地も良いってイメージで語られているぜ。やっぱりコストカットじゃないのよ。そりゃみんなが騒ぐはずだわ。だけどサスペンションの差ってそんなにもわかるものなの。はっきり言えば、普通の舗装路で普通の速度で走っている分には、ほとんどわからないと思うぜ。ただトーションビームの方が縦の動きの吸収力は弱いと言われるから、わかる人にはわかるのかもな。ただ安上がりに仕上げたことだけは確かね。それにカタログを見ると未だに AT は6速なんだ。トランスミッションもスカイアクティブドライブとかスカイアクティブ MT みたいに内製化にこだわった結果、
得ていた檀家にお金が回らなかったんだろ。知らんけど。今の時代、車の開発費はものすごい金額になるだろうし、数社が協力していく時代だよね。いつまでも内製化にこだわっていたら時代に取り残されるわ。その通りだな。幸いというか、トヨタとの協力に後ろ向きだった副社長がいなくなったから、これからは少し前進するだろ。そうなるといいけどね。ところで見た目はイケてるマツダ3だけど、実際に乗っているオーナーさんたちの評判はどうなのかしら。特にスカイアクティブ X に関する評判が気になるわね。確かにオーナーの声でもスカイアクティブ X については気になるよな。ただ最近は、マツダ3と CX-30 の売れ行き自体が伸び悩んでいる上、そのうちスカイアクティブ X 搭載車両の販売は 5% 程度しかないようだからな。成り物入りでスカイアクティブ X を投入した割には、マツダファンにも見透かされているわけね。それを踏まえた上での声だが、まずはマツダ3の口コミで多い見た目的なところから行くと、後方斜め45度から見た唯一無二の美しいデザインや、未だに駐車場で振り返りニヤニヤしちゃうエクステリアなんかは、やっぱりファストバックのデザインの良さだよな。あのデザインはハマったら中毒性がありそうだもの。セダンの方はどうなのかしら。やっぱり気に入って買うだけあって、とにかくデザインがかっこいい。この理由だけで買いました。特にセダンの白内装、最高にオシャレです。デイライトは丸めでキリッとしていて気に入ってます。あと個人的にですがファストバックよりセダンの形の方が好きですみたいに、好みは分かれるようだな。そもそも今の日本じゃセダンという車種が絶滅危惧種のような存在だし、あの3ボックススタイルを見て安心する層は一定数いるよね。そう言われれば貴重なセダンモデルだよな。ただファストバックにしてもセダンにしても、マツダ3はデザインに一目惚れした人が多いことが分かるぜ。見た目は大事だからね。デザイン以外の要素はどうなの？まず多かったのは、今時のモデルでは貴重になったマニュアルトランスミッションの存在だよな。AT の落差は捨てがたいものがあるが、たまーに乗りたくなるんだよな、マニュアルに。わかるけど、金があったら普段使いの AT と趣味のための MT の2台持ちがりそうよね。それは贅沢な話だが、MT 設定があって、燃費がそこそこ良くて、価格も安くて、荷室がそこそこ広くて、ドアが4枚あるという条件で探してマツダ3にたどり着きました。カローラセダンの 6MT とも迷った。と聞くと、選択肢の少なさがわかるぜ。その MT の出来栄えはどうなのかしら。マツダの MT といえばロードスターや、かつての RX-7 なんかを想像するから、期待しちゃうよね。例えば自分が下手なだけかもしれないが、ミートポイントが手前の方にあり、かつ範囲が広いから結構繊細にやらないとすぐショックが出るなんかは、好みの問題かもしれないよな。昔、各社に MT があった頃も特徴が違ってたよね。確かに、ホンダの MT でもクラッチがやたら浅かった記憶があるな。AT に関してはさっき話してた不満が出ていたぜ。もしかして AT の多段化の話、まあ言いたくもなるよね。ある人からは今の車としては AT の洗練度がいまいちと言われているぜ。別の人からは、6AT のギアとエンジントルクピークのつながりの悪さ。AT 任せでは交差点右左折時の再加速でもたつくことが、7速もしくは8速程度でより低速よりでクロスしたギア比になると改善されるのではだから、言ってた通りだな。だから AT にかけるお金がないのよ、知らんけど。さて、そろそろ本題のスカイアクティブ X をはじめとするエンジンの評判を聞かせてよ。なんか見ていたら、マツダ提灯記事を鵜呑みにしたようなかわいそうな人がいて、スカイアクティブ X のポテンシャルはこんなもんではないはず。安全マージンを優先しすぎた感があるので、SPCCI の実力がスポイルされていると思えると言っていたぜ。いやいや、スカイアクティブ X のポテンシャルはそんなものなんだって、そうでしょ、マリサ。かわいそうだが、その通りだな。この人も同じ2リッターエンジンでもシビックタイプ R なんかを一度経験した方がいいかもしれないぜ。きっとマツダ車ばっかり乗っていたらわからないのよ。それとも噂のマツダ地獄がまだあって、他を経験しようにもできないのかしら。もうマツダ地獄はなくなった、って言っていたのは、去年追放された、かもしれない藤原副社長だが、少し雲行きが怪しくなってきたよな。スカイアクティブ X 以外の G や D でも、スペックを見る限り物足りなさそうだけど、オーナーさんたちはどう思っているのかな。やはりパワー不足を感じているようだぜ。物足りないパワーすら可愛く感じるくらいならいいが、エンジンのノック音が煩わしい。かなりカラカラ鳴ってる。400万円する車のエンジン音ではない。と聞いちゃうと考えものだよな。400万円も出すなら、もっと他の選択肢はありそうなのにね。ところでマツダ3は、販売状況的にはどうなの？2019年の出だしこそマツダ車としては好調だったが、それ以降はダダ下がりの販売台数になっているぜ。2023年3月までのトータルで7万8000台くらいだからな。何が原因で不振なのかしら。デザインはなかなかだったんだが、やっぱりメカニズムが時代遅れすぎたようだな。クラスで言えば C セグメントの車だが、一部では2リッターの NA エンジン 26AT というスペックは2010年頃のものですなんて酷評されているぜ。実際にスカイアクティブ X をはじめとして、目指す方向が非常識だったんだから、そうなるのは当然だわ。そんな販売状況だったら中古車もあまり出回っていないのかな。
マツダ3の中古車でまずスカイアクティブ X エンジンを搭載したものを探すと、ほんの20台くらいしか見当たらないし、価格も順調に下がっているようだぜ。スカイアクティブ X には、最近まで続いていた中古車バブルは関係なかったのね。相場価格は正直だよね。ただスカイアクティブ X にこだわらなければ、700台以上はヒットするな。ただ値落ちは大きいようで、マツダ地獄復活の香りがしているぜ。それがもうマツダ地獄はなくなった、って言っていた人に責任の一端があるなんて、なんか笑えない話よね。それで中古車相場はいくらくらいなの？だいたい200万円から220万円くらいがボリュームゾーンになっているな。確かにパッとしないわ。マツダ3にテコ入れできるかは、今度の新社長の手腕次第ってことね。スカイアクティブ X の失敗について、その背景も深掘りして解説してきたが、こう話していてもマツダの先行きが心配になるぜ。なんか宗教じみたエンジン進行が、マツダをここまで蝕んでいたとは知らなかったわ。経営体制を変えたけど間に合うのかしら。内情を知る人ほど、諸正弘さんが新社長になったことに期待しているようで、その人たちによればギリギリ間に合った、らしいぜ。まさかスカイアクティブ X の失敗話の裏にこんなマツダの闇があるなんてね。ただ他の自動車メーカーじゃ出さないようなモデルを考えるマツダには頑張ってほしいし、諸正弘さんには頑張ってほしいわ。本当にそうだよな。頑張ってもらって次のロードスターも魅力的なモデルにしてほしいものだぜ。それじゃ今回の解説はこれでおしまいにするな。スカイアクティブ X の失敗について、みんなの熱い気持ちをコメントしてくれ。そして、この動画が面白いと思ったら高評価よろしく頼むぜ。みんなのコメントと、高評価のおかげで動画作成頑張れてます。これからもみんなが楽しめるような動画を投稿できるように頑張るので、チャンネル登録で応援していただけると、とても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。